僕を終えるのは思ったよりも悲しいと、ゾッとしたオドホワイトの箱に感情移入してみた。嘘をついているのは僕なのか、はたまたただのやじ馬の君か。想像の管理も上手に行えていないくせに、僕は人を騙せるほど頭が良くはないだろうし、本当のことを全て話すほどバカじゃないな。それは嘘と真実のラインを消すためだけに、ただ踊り続けているだけのバカ野郎だと君は言った。